本音を知られてムキになっちゃった。でもね、私くらいのモテ女だとわかるのよ。私を抱こうとしてるんでしょ。知ってるよ。ブラックワールド。おはようございます。出たよ鈴鹿。あの人相変わらずモテますオーラやばいよね。はあ、今日も聞こえるわ。男からは熱い視線、女からは嫉妬の眼差し。ああ、モテるって本当に罪ね。私は鈴鹿、自他ともに認める美人。昔から視線を集める人間で周りを困らせている。ほんと美しすぎるって罪ね。私がどれだけモテるかっていうとね。お世話になっております。鈴鹿さん、ホニャララが間違っておりますので至急訂正をお願いします。仕事でしか私にメッセージを送れないなんて恥ずかしがり屋かしら。向こうが頑張ってメッセージを送ってくれるんだから、ちょっとは相手にしてあげないとよね。仕事を理由に連絡を取ろうとしている同僚がいるとか。静香さんの隣に行きなよ。マジ勘弁してくれよ。そんなに顔を真っ赤にしたら私に全部バレちゃうわよ。そうじゃなくてももうバレバレだけど。鈴鹿さん、失礼しました。決してわざとじゃありませんから、すみませんすみません。大丈夫よ、分かっているわよ。今のことは二人の秘密ね。はい、すみませんでした。あんなに慌てちゃって、あの子女の子に免疫がないのかしら。いくら私のわがままボディに触れたいからって慌てちゃダメよね。こんな風に体を求められるのは日常茶飯事。頭から足のつま先までモテ素材の私、本当に天性のモテ女だから困ることが多くて仕方ないの。でも彼らを責めないわ。だって私のことを等身大で愛そうと、その愛を伝えようとしてくれているんだもん。本当に私モテて困っちゃうの。この前も密室で手を触られて、危うく私の純潔が汚れそうになったわ。英語なんて飲み会の席でついて隣キープからの帰り道のストーキングよ。みんなにも気持ちを抑えてほしいけれど、私もみんなに平等に愛せないことを分かってほしいの。鈴鹿さん、そう思っているの鈴鹿さんだけですよ。英語なんて帰り道が鈴鹿さんと同じだっただけでしょ。ビーコちゃん、モテないからって私をひがまないで。私はモテ自慢をしたいんじゃないのよ。本当に悩んでいるのよ。それを勘違いだなんて言い方しないで。ひがんでる女は醜いわよ。私がモテることに関して悩んでいるのは男性からのアプローチだけじゃないの。私が本気で悩んでいることに関して、同性の同僚は勘違いだって妄想だって言うのよ。自分がモテないからって羨ましがったりひがんだりしたらダメよね。自分を信じて磨いてあげると、私のようにモテるんだから諦めないでほしいの。まあ私は原石のままでも光り輝く美しさなんだけどね。私はね、みんなに私が原因で争ってほしくないの。だから生まれてこの方、異性とお付き合いをしたことはないの。私が心を奪われたのはアイドルの蓮くんだけなの。でもね、私だって女の子なの。いつか白馬の王子様が現れてくれるって信じているの。はじめまして、リョータです。ふつつか者ですが、よろしくお願いいたします。ズッキューン、なにこれ、心臓がバクバク言う。これが恋っていうやつなの。しかも私が JK だった時から応援していたアイドルの蓮くんに激似。これは運命なの。私の白馬の王子様はリョータくんなの。絶対にゲットするわ。リョータくん、私鈴鹿っていうの。鈴鹿さん、これからよろしくお願いいたします。私が何でも教えてあげるから、困った時はいつでも言ってね。お気遣いありがとうございます。あ、そうだ、すぐに連絡取れるように連絡先を教えてくれないかな。あ、はい、わかりました。親切にしてくださりありがとうございます。ズキューン、もうその破壊力のある笑顔でお腹いっぱいよ。おいおい、リョータ、大丈夫か。え、何がですか。あいつ妄想癖がすごくて、みんな迷惑がってるんだよ。お前も気をつけろよ。
そんな、脅かさないでくださいよ。あれ、鈴鹿さんからだ。なになに？ゆうたくん、今日はお疲れ様。何かわからないことがあったら何でも頼ってね。鈴鹿頑張っちゃうから。ありがとうございます。何かあったら言いますね。にっこり。先輩もお疲れ様です。ゆっくり休んでくださいね。本当に面倒見のいい先輩だな。ズキューン。顔面がイケメンなだけじゃなくて心もイケメンなのね。リュウタ君ったら、これ以上私をドキドキさせてどうするの。もうこんな優しい返信なんか私にしてないわよね。そうだよね。私だけ特別なんだから、これはもう脈あり決定。でもいけないわ鈴鹿、ここは慎重に行くよ。こうして私はリュウタ君をゲットするために毎日アタックを行った。でもどんなに私が隙を見せても亮太くんは告白をしてくれない。諦めないのよ鈴鹿。毎日亮太くんと連絡取っているのは私。毎日私と連絡を取っているのは亮太くんが私のことが好きだから。亮太くん、じらさないで早く私を迎えに来てね。おい亮太、顔が疲れているぞ。仕事大丈夫か？ああ、仕事は大丈夫です。ただ、プライベートが…プライベート…もしかして、お前は鈴鹿と毎日連絡取ってないか？そうですね。鈴鹿さんから毎日のように連絡が来て、俺の睡眠時間削られています。やっぱりか。さっき鈴鹿が女子に、亮太から毎日連絡が来て困る、私モテるからっていうのを聞いたぞ。は？だから言っただろう、あいつ妄想癖すごいんだよ。お前イケメンだからロックオンされちゃったんだよ。そんな。いいか、もうあいつと関わるな。メッセージのやり取りもするな。何か必要なことがあったら他の社員経由でしろよ。わかったか？すみません、わかりました。ほんと、毎日りょうたくんと熱いメッセージのやり取りしてて寝不足。でもモテる女の使命なのかな、こういうの放っておけないのよね。鈴鹿、言っちゃなんだけど、そんな返信みんなに送っているよ。っていうか、毎日毎日些細なことで連絡してりょうたくんに迷惑でしょ。また嫉妬？いくら亮太くんがイケメンだからって嫉妬しないでよ。第一、迷惑がっていたら返信しないでしょ。頭悪いわね。ほんと、モテない女の日が見て醜いわ。あんたね、いい加減にしなさいよ。入社したての新人が先輩からのメッセージ無視できないでしょ。度が過ぎるといつか亮太くんに訴えられるよ。はいはい、ひがみ四つ。りょうたくん、そろそろ私休憩なんだけど。先輩、俺も休憩一緒に取っていいですか？りょうたくん、書類のことなんだけど。わかりました。忙しいんで社内チャットで送ってください。りょうたくん、お疲れ様。今日は全然話せなかったけれど、お仕事忙しかったら連絡してね。ねえ、もう寝ちゃった？おーい、おーい。あ、りょ、先輩、外回りですか？俺も一緒に行きます。最近りょうたくんの反応がそっけない。あ、もしかして私が積極的すぎて照れちゃったかな。いいのに、いいのに。この先もっと恥ずかしいこともするんだから。そっか、最初に恥ずかしいことしちゃったらりょうたくんも照れないよね。りょうたくん、今日大切な話があるから一緒にご飯行こう。うげっ。うわぁ、絶対鈴鹿のやつ、亮太に告白するつもりだぞ。もういい加減にしてほしい。俺がはっきり言ってこようか？いや、大丈夫です。俺が自分ではっきり言います。最近亮太くんそっけないよね。私ちょっと寂しかったな。あは、そうだったんですね。でもね、私、りょうたくんの気持ち知っているよ。恥ずかしくなくていいんだよ。私、鈴鹿も一緒の気持ちだよ。ずっと言おうと思っていたのですが、こういうのをやめてもらっていいですか？え？毎日しつこく、関係のないメッセージやおしゃべり、本当に迷惑なんですよ。
なーに、照れ隠し？もう私、りょうたくんの気持ち知っているから照れ隠しなんかしなくてもいいのよ。いい加減にしてください。俺は迷惑だって言ってるんです。本音を知られてムキになっちゃった。でもね、私くらいのモテ女だとわかるのよ。私を抱こうとしてるんでしょ。知ってるよ。妄想も大概にしてください。気持ち悪い。ちょっと待ってよ。いくら照れ隠しって言ってもそれは言い過ぎだよ。この際だから本当のこと言うと、あなたの全てが気持ち悪い。何でもかんでも相手のことを考えないで自分の都合のいい考え方をして、そういう人間は嫌いだし気持ち悪いって思います。嫌い、気持ち悪い。私の白馬の王子の龍太くんはそんなこと言わないわ。白馬の王子、そんな風に俺のことを思っていたんですか。今まで理由を言いたくなかったので言わなかったんですが、俺は高校から付き合っている彼女がいるんですよ。あなたのことを女性として思ったことはありません。これ以上しつこくするなら警察に相談しますからね。鈴鹿君、君は今日から契約打ち切りね。ちょっと待ってください。派遣の契約は今月末までですよね。なんでですか。私がモテすぎて業務妨害になってますか。君さ、それ本気で思っているのかい。君が来てから複数人からセクハラの相談を受けている。昨日も無理やり個室の飲み屋に連れ込んで襲おうとしたと報告を受けた。違います。私はただ涼太君がおじけづいているから手助けを。あのね、今まで言おうと思ったけど、君、心のお医者さんに診てもらった方がいいよ。あなたもそんなこと言うんですか。私が可愛いからって男の視線を奪う私が異常者だと、勘違いだと。派遣会社には私から説明しておくから、君はもう帰っていいよ。なんで私はいつもこうなの。みんな勝手に私を取り合うことで争って、それを羨んで私を攻撃する。私はこれで何度派遣先を変えなきゃいけないのよ。次の派遣先はどこかありますか。実はですね、上と相談した結果、鈴鹿さんはうちの派遣会社の登録を抹消します。どうしてですか。今まであなたを紹介した会社からセクハラ報告が絶えないんですよ。うちも1社2社ならと思いますが、もう4社目です。こちらも再度お伝えしていますが、鈴鹿さんにも改善が見られないので、こうなったまでです。私はどうしたらいいんですか？鈴鹿さんのこれからのご活躍をお祈りいたします。私の白馬の王子様はいつ現れてくれるの？ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。